はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで今日はね、ちょっと原点に戻って、戦え原始人。もうこのタイトルからすでに俺は笑けてくるんだけどやります。以前の収録でもね、このゲームの存在は話したことあるんですよね。まあいろんなエピソードがありますけど、これ結構怖いんですよ。こうまあ原始人たちがまあ住んでて、こう悪いやつらが自分の裏に来て、でまあ奥さんとかあの女の人たちをね、かさらってっちゃうんですよね。まあゲームでこうちょっとアニメチックになってるから面白いんだけどこの髪の毛を引っ張ってる、あのかわいそすぎるだろう。しかも何人このテントには女の人がいたんだっていうね。いやー懐かしいな。昔ね、その子供の時ってなかなかゲームソフト買ってもらえなかったじゃないですか。まあ小学生の時ですかね。でスーパーファミコンでさえ親にすごい頼んで買ってもらったのに、ゲームね1本7000円8000円してましたから、当時なかなか買ってもらえなくて、買ってもらったゲームがこれだったんですよね。この赤いところが確か各ステージなんですよね。でこのゲームの醍醐味は、まあ、確かにこれ敵乗れると思うんだよな。あ、できた、ほら来た。うわー、卵の、あーもうバカーン。あ、来た来た来た。あ、もう、あ、戻れる。二人でこうやると協力プレイみたいなのができるんですよ。おい、ちょっと、おっしゃ来た。おお、これは強いぞ。でお肉をもちろん取ると、皆さんお分かりの通り回復できます。下投げられないのかな。動きがねめちゃくちゃやっぱ安定してないんですよ、スーパーファミコン。あ、これ絶対取っちゃダメでしょ。骨の方が弱いと思うから。それでその俺もね、なんでたくさんあるスーパーファミコンの中でこれを選んだのかが分かんない。まあ昔はね、今みたいに YouTube で実況してくれる人がいるわけでもなかったし、まあ本当にその小学校の友達、お、なにこれ、あ、なんかボーナスステージ的なやつかな。やったぜ、ついてるな。おお、なにこのミステリー、お肉、ミステリアスな曲、カモン、なんかいいの来い。なんだ一気かな。あ、おお、やったぜまあその情報源がほぼないから、もうクソゲーが何かとかもよく分かんないんですよね。俺はね、なんでこのゲームを親に、あ、やべ、なんでやね、これを取りたかったってことに。おお、すげえ。まあ、それで、まあ、これを買ったんですよ。本当になんでこれを買ったのかが自分でも分かんない。例えばスーパーサイヤ伝説とか、やっぱ小学校で話についていく中でね、必ずその押さえとかなきゃいけないソフトがあったわけですよこれはその中の一つではなかった、確実に。で意外にこれめっちゃむずいんですよね。だから全クリした覚えがないんですよ。エロい原始人野郎め、村の幼子たちを幼子じゃないか、村の小娘たちを連れてきやって。でこのボスがね、まあワンダーと巨像出た時みんなびっくりしたでしょ。あのでかいボスと戦えるんじゃないかって。スーパーファミコンの時はこのねでかいボスと戦えることが僕は興奮しましたよ今見るとめっちゃしょぼいけどね。しかもなんで口から人間出してんだよって突っ込みたいんですけど。危ない、痛い。あのシルバーのやつがあれね、敵の HP ね。確かね、てかなんでよ、
俺火が一番強いと思うんですよ確か。俺の記憶が確かならば。でこれ死ぬと一体ずつ要は女の子たちをね救うことができるんですよあなたが倒してくれたのね。で村に帰ってくってね。青いとこ気になるな。あ、あれセーブポイントみたいなことか。さあいいね、軽快な音楽に始まって。ほら結構覚えてるな。でもみんながこれを買ってる時にさ、ドラクエとかさ、まあ、やっぱ主流になってきてるんですよ。で俺はこれを買ってもこれを一人でやってました。確かなんかね、あったんだよ、やり方が。どうったかな。ボスか、また。おぉ、あ、かっけ、あ、振り子みたいな、なんか面白いな、これ。俺、でも意外にこう敵キャラの俺、デザイン好きなんすよね、このゲームの。嫌いじゃない。でも、ここまでしか多分見たことないと思うんだよな。全然これ時間かかるな。スキップだな。ほら、カモン。あ、来てる、来てる。あ、待って、これ鼻取れるような、鼻もげるような気がする、こいつの。確かグロいんだよ、これ、意外にさ。あ、しかもなんか気づかないうちにすごい体力減ってる。でさ超グロいの。これやる意味ある？ここにあんだもんな。意味わかんないな。まあいいや。さあ、これもラストエリアですよ。多分、これでもう全クリ。いた！うわぁ。あー。あ、これクソ強え。あー、これいいな。これも死なないようにこれでボスまで行かないと。原始人キャバクラ作れますね。あんだけ女の子いれ。終わった。これ最後かな。一体彼女たちはどこにいたのか。あー、なんか終わりじゃないさそう。あー、出た。あ、この武器超大事じゃん、これ。あ、中か、これ。多分。そういうことだよね。原始人じゃないや。あの恐竜の中にいんのか。あ、やべ、トゲトゲが出てきた。おお、マジか。おお、長いは無用だ。こいつらを倒して。あの武器があるってことは、ここはあれがすごい重要だよってことなんだよな。これが、この武器が重要だよってことなんだ。こんなとこ来んの初めてだもん。だってやったことないよ、ここ前回。あー、やばい。おお、危ねえ。さすが気が利くね。あー、なにこれ。あー、くった。あれ、恐竜だったのにいきなり。うわー、あ、なにこれ。あ、これ前作のボスが出てくるみたいなパターン。うわー、なにこれ、気持ち悪いな。あー、終わりだ。そういうことか。ブラザーを使うのやめてほしいな。あ、終わった。あ、終わった。なんかどこにいたんだよ。あ、
あー終わってなかったの？うわー、ちょっと何これ。あ、しかも食らないじゃないですか。ゲームセンター CX やってる気分になってきた。マジか。あ、やばいなこれ、ちょっと雑になってきた動きが。あーやべえ。そんな色変わった。でももう、あやべ、あーそこかよ。聞いて、あやべ、もういい加減死んで。あー嘘やー、うわー。